見えた。距離を詰めるぞ。どこよ、見えないんだけど。あんたどういう視力してんのよ。偵察や潜入を繰り返しているおかげかもな。元から素養はあったが、アリステの経験もある程度能力として考慮されるようだ。確かにね。アンドロメダも絵画なんかで見る元の彼女よりいろんな意味でたくましいような気がするわ。ああ、あのギリシャの姫か。確かにあの戦闘での足さばきは超よ花よの生活で身につくものではないな。ん？二人とも止まれ。どうしたの？まさか見つかったとか？いや、向こうが移動をやめた。回復のためか、物陰を見つけて隠れるようだ。また回復。キリがないから阻止したいけれど、多分もう遅いわよね。しかし止まってくれたおかげで少し猶予ができたな。向こうは手負いの魂群に合わせているから、全力で追えば引き離されることはないが、どうする？ほう、随分と積極性が出てきたな。いい傾向じゃないか。そうね、今は回復でこちらに注意は向いていないなら、もう少し近寄れないかしら。うん、なら少し近づいてみるか。奴らの死角に入りながら移動するから、身をかがめてついてこい。何？今何か叫んでるような声が。動かないで。ダメよ、取れてしまうわ。お願い、吸収して。うん、俺は、おい、あのアスクレピオスが魂類に押し込んで戻そうとしているやつは。え？あ、記憶データじゃない。やはり以前お前たちの落とし物だと渡したデータと同じものか。どうやら魂類の体から分離しかかっているな。そう、そうよ。もう一度吸収して、お願い。まずい。せっかく取れかけてるなら、また吸収されるのだけでも阻止しないと。ごめん、ランスロット、事情が変わったわ。あのデータだけは絶対回収しなければならないな。どういう代物かは分からんが、お前たちにとっては相当重要なものらしいな。やむを得ん。ひとまず吸収だけは阻止するぞ。時々こちらが分かる言葉を話すのはやりづらい。逃げるわね。でも吸収はされてないわよね。ああ、取れかけたままだ。とにかく追うぞ。よし、捕捉した。魂食いとアスクレピオスだ。オーケー、
任せて。彼を傷つけないで。さすが死者をもよみがえらせた医者、いくら攻撃当ててもすぐ全開とか。ならば回復させる隙をなくすまでだ。動きが止まったぞ。そんな、ダメ、これがないと。返して、大事な記憶なんだから。ごめんなさい、でもこれがないとあの人がおとなしくなっている今のうちに。やっぱりあの魂食いがあんたの契約者なのね。どうにかしたいのはわかるけど、それがないと困るのはこっちも同じなのよ。違います、ずっと何か思い違いをされてるようですが、この人は私の契約者ではありません。契約者じゃない？あの魂食いは幹部の方じゃないってこと？この人は契約者が私にけしかけた魂食いから私をかばったせいで代わりに取り込まれてしまったのです。契約者がけしかけた？なんで自分のフォークロアにそんなことを。私が邪魔だったのでしょう。前々からもっと戦闘能力の高いフォークロアを欲しがっていましたから。契約者は社会的に立場のある人物だって話だったわね。そんな奴がフォークロアを人に譲ったりしたらスキャンダルだもの。うまい方法があるなら都合よく処理したかったんだわ。だったらあんたの契約者は意図的に魂食いにあんたを食うようけしかけるような手段があったってことよね。ディストラクションという組織から意のままに操れる魂食いを作る方法を入手したと誇らしげに語っていました。私はうすうす気づいて諦めていました。そんな恐ろしいことを隠しもせず話すということは私を生かしておくつもりはないのだろうと。私は抗う気力もなくし、契約者の罪を訴えもせず。なのに彼はそんな私を助けようとして、私の代わりに魂食いに取り込まれてしまった。おい待て、動き出した。悠長に話している場合じゃないぞ。何この異様な感じ。魂食いのうめき声で空間が震えてるみたいな。なんていうこと。瞳の光が、あの人の気配が消えていく。怪物に塗りつぶされていく。まずい、攻撃に備えろ。全員耳を塞げ。すごい声、耳を押さえてるのに頭が割れそう。魂食いが完全体となる時の変異性だ。他の個体で何度か聞いたことがある。
まだ完全に魂食いになってなかったらしい。完全体は暴れて周囲を破壊するだけの怪物だ。言葉は通じん。これは早く吸収して。まだ今ならまだ。待って、動いてはダメ。見向きもしない。あいつもあんたの言うことも聞かないの。このデータがなぜか魂食いの中で彼の意識を保ってくれていたようなのです。記憶データにそんな力が。ごめんなさい、大切なものなのは分かっています。でもこれがないと。待ちなさい。いたわ。まだ物陰から出ていない。見てももう。危なかった。ありがとう。怪我は治します。アスクレピオス、早く立って。あいつから離れて距離を取るのよ。今度は私が助けられちゃったわね。これで貸し借りなしね。私まであなたの大切なものを奪っているのに。ごめんなさい、せめて回復を。アスクレピオス、事情は大体分かったけど、そのデータは返してちょうだい。それは彼の記憶なの。大事なものなの。記憶？あなたの？そうだったのですか。だから穏やかになったのかしら。優しい記憶に触れて。ひどいお願いなのは分かっています。でももう一度だけあなたの記憶を使わせていただけませんか。ちょっと何言ってるの。使うってあいつに吸収させるってことでしょ。あの人は人間なんです。意識さえ保っていられればまだ元に戻せるかもしれない。お願いします。あの人の意識さえ戻れば一般領域へ出ないように私が絶対に止めますから。ちょっとお人よしが過ぎるわよ。今はなぜか取れてきたけど、もう一度吸収させたら今度は戻ってくる保証はないのよ。それはそうだけど、でもそれじゃあ、あんたの記憶はどうなるのよ、ミナトさんは。ダメよ、そんなの絶対にダメ。少しの間なら大丈夫かもしれないと思ってるの。でもそれっていつまで、わからないでしょ。ネウさん、ごめん、アスクレピオス。あんたの気持ちもわかるし、人間に戻せるなら戻してあげたいとも思う。でもね、悪いけど、本当に悪いけど、私はあの魂食いよりも彼の記憶の方が大事なの。あいつが助けたい妹の方が大事なの。だから賛成できない。おい、お前たち早く来い。こっちだ。またポーンが。完全な怪物になっても撒き散らかしてくれるのね。キャッ、アスクラピウス大丈夫？私は大丈夫です。あっちの物陰に隠れますから、皆さんは早く向こうへ。
しないでよ。おい、このまま続けても地利品必死の消耗戦だぞ。どうする？あれが外に出てしまったらこの前の日じゃないほどひどいことになるぞ。現実には傷なんかないんだけど、でもなんか痛いって思っちゃうな。1から10まで説明されなければわからんやつ、実際に説明したところでどうせ理解できない。まず自分の頭で考える。今回はあなたご自身が気づかなければ意味がないのです。ですから私からは何も言えません。それならどうにかなるか。余裕ではないが、無茶でもないだろう。冷静な判断だ。そうね、分かったわ。ドクターに連絡して援軍を頼みましょう。ランスロット、私はイクリプスに連絡を入れるから、その間頼めるかしら？ああ、もちろんだと思う。だがなるべく早くな。ええ。よし、では我々は無理に距離を詰めず、雑魚の片付けと魂食いの足止めに集中だな。お前、指揮は頼んだ。確かに以前言ったな、資料の浅い指揮官に我が剣を預けることはできないと。あれは撤回しよう。今のお前の指揮ならば我が愛犬アロンダイトを預けるに十分だ。存分に使え、このランスロットの剣を。今だ、やれ。援軍か？お待たせしました。皆さん大丈夫ですか？ギリシャの姫君、援軍はあなたか。助かったよ。どうやら間に合ったようで何よりです。アンドロメダ、モモチ、来てくれたのね。今回はいい判断と指示だ。バカではなかったか？ちょっと、バカではなかったかじゃないわよ。素直に褒めて、ちゃんとねぎらいなさいよ。赤ん坊が半人前になっただけだ。一人前になったら考えてみるぞ。もういんけん、ムカつく。ごめんなさいね。ですがももちはあれでも本当に感心しているんですよ。冷静に援軍を要請したのはもちろんですが、魂食いを外へ出さず足止めに徹した立ち回りもお見事でした。あんたはあんたで謙虚すぎ。分かりにくい意地悪問題出しといてバカではなかったか。よ、もっと怒っていいんだからね。おい、今はまだ戦闘中だぞ。敵が動けないからといって緩むな。仕留めるなら今のうちだろ。このままじゃあの人が。待って、お願い、これを吸収して、もう一度元のあなたに戻って。オスクレピウス？大丈夫か？ここから離れる。抱えるが少しだけ我慢してくれ。危機一髪か。どうにか食われるのは阻止したが。アスクレピアス様、大丈夫ですか？まずいな。フォークロアが存在するためのリソースを大量に奪われている。
ホークラーは認知情報の塊だって前に話したでしょ。その認知情報のデータリソースをゴーストにもなれないほど大量に失ってしまったら消滅するわ。アリスからの消滅、あのアスクレピオスにとっては死と同じなのよ。ここまでひどいと長い距離を運ぶのは危険です。ヒポクラテスに連絡してこちらへ来てもらうしか。だがもうマヒトラップは持たんぞ。アスクレピオスが無理に何かをねじ込もうとしたせいで破られかけている。それ彼の記憶データなのよ。どこかに飛ばされちゃったみたい。くそ、もう破られたか。ここじゃ怪我人を守るので精一杯だ。アンドロメダ、頼む。承知いたしました。先にアスクレピオス様を連れて戦線を離れてください。皆様、今のコンディションが大変厳しいと理解している上でお願いがあります。私とモモチは安全なところへアスクレピオス様を避難させます。その間どうにか魂食いを。分かったわ、任せて。それであなたたちは戻ってくるのか。ギリシャの姫よ、できれば戻りたいですが、アスクレピオス様の状態次第です。では戦力としては当てにしない方がいいか。どうにもならんようであれば逃げるが構わんな。もちろんです。その場合我々と別方向に逃げていただけると嬉しいですね。足止め役の次はおとり役か。まあいいだろう。了解だ。どれだけ打ち込めば止まってくれるの。今度こそ逃がすわけにはいかないのよ。その通りだが、援軍が戻るのを待つ時間もなさそうだ。行くぞ。この手応えはもしや、押し切れば奴を倒せるかもしれん。分かった、あんたを信じるわ。逃走用の予備弾も全部まとめて、いっけリソースが離散していく。倒せたの？足止めじゃなくて私たちで倒せた。ああ、斬撃痕を狙ったのは正解だった。状況をよく見ていたな。随分冷静になったものだ。本当にね。そうだ、アスクレピオスは？ギリシャの姫が戻ってこないということはそばについているからだろう。つまりまだ消滅してはいないはずだ。ええ、そうね。たとえゴーストになっても消滅さえしていなければ助かる可能性はあるけれど、もしフォークラーの魂であるゴーストを維持できないから大量にデータを喪失してしまったらもう助けられない。ただの認知情報のかけらとなって消えてしまう。我々フォークロアは人の認知の集合体だ。だから消滅してもギリシャのアスクレピオスというフォークロアがアリスのどこかで再び生まれる可能性はある。だがそれは別の存在だ。稀に以前の記憶を持つことはあるらしいが、今ここにいるアスクレピオスではない。彼女自身で回復する力ももうないらしい。先生もこちらへ向かっているが、
おそらく間に合わん。そうか。いいのです。もう、私も医者ですから。自分のことはわかります。それよりも、彼は、消えてしまったのですね。あなたたちが謝ることはありません。すべては、私のわがままのせいで。でも元はといえば、あんたの契約者があんたを魂食いに食わせようとしたせいでしょ。なんだと。じゃあ、あれは幹部の方ではなく社員証を落とした社員の方か。では、あの社員証は魂食いに取り込まれたせいで、徐々に人としてのあり方を切り離されて余分なデータとして落白したということなのですね。ええ、彼はアスクレピオスをかばって代わりに食われてしまったそうよ。それでずっと助けようとしていらしたのですね。そうです。いつか自分が人を食うのではと、魂食いの中で彼はずっと苦しんで、魂食いの衝動で人を傷つけるたびに、彼という人は壊れていきました。でも、それでも私は彼にそばにいて消えないで欲しかった。痛いと苦しいと言っていたのに、もう死にたいと。私のエゴでとどめてしまった数々の惨劇が私のせいです。彼を苦しませた私の私のことは恨んでいい。でも彼を憎まないって。ありがとう、優しい人。私の契約者もあなたのような人だったら、あの時かばってくれて、大事な記憶までくださろうとしてくれて嬉しかった。ありがとう。もうその言葉だけで。
トラクション。アスクレピオスの話に出てた組織ね。何か知っているの？反情組織の一角ではありますが、正直評判は良くない組織です。怪しげな噂が常につきまといようなところですよ。自分は名前を聞いたことがある程度だが、気になるのでこれから調べようと思う。今日はここで別れよう。あ、じゃあまたな。あ、そういえばこれをお返ししないと。先ほど落ちているのを見つけて拾ったのです。あ、記憶情報ありがとう、アンドロメダ。魂食いに埋まっていたせいでまとわりついていたゴミデータはデリートしておきました。あんたはダメよ。こんなところで倒れたら困るもの。私が研究所まで預かるから、触るのは戻ってからね。本当にもう無事に取り戻せてよかったわ。危うく本人が差し出すとこだったし。あ、何よ、もう今さら何言ってんの。あんたがお人よしすぎるから、もうちょっと自分を大事にしなさいよね。人のことが言えるのかお前は。今それは言わないでよ、ややこしくなるでしょ。ではこちらは姉さんにお渡ししますね。あ、うん、ありがとう。これで安心ね。大丈夫よ、私がしっかり預かっておくから。なんで光るの？あんたは触ってないのに。あ、どういうことですか？このデータは他の人が触っても反応しないはずでは。クロノグラフも反応し始めているぞ。ダメ！あんたにはもう触らせない。目の前で倒れるとこなんてもう見たく。姉さん！どう？二人とも、引きください。第二特殊機能認証情報。ベリファイ開始。